はい、酒好きな元新潟市の飲酒動画です。今回はですね、こちら、今年も出ました、ブラウマイスター。キリンのブラウマイスタービール、生ビールです。アルコール度数 5.5%。これはね、最近、またね、復活したんですよ。去年も出てたんですけど、今年もね、また出たんで、これ大好きなんで買いました。キリンのビール醸造職人たちが目指した、飲み飽きることのない、芳醇で締まりのある味わい。原材料が麦芽とホップと米となってます。これがね、クソうまいんだ、これが。これがね、最初当初出た時に、噛んでの、毎回俺これ言うんだけど、噛んでね、出たんですけど、当初。10年前ぐらいに。10年か。10年前ぐらいだね。ちょうど俺が20歳ぐらいの時に出たんだ。で、それがね、最初飲んだんだけど、うますぎてな。マジで。完璧。なんか劣化した。あれ、劣化した?去年も思ったんだけどね。昔のやつとかね、劣化してる気がする。なんか大してうまく出んだよな。まあ、うまいんだけど、確か値段が230円ぐらいだったかな。厳選した良質麦芽を使用。ホップはファインアロマホップ。アロマホップ、ファインアロマの。これ何、なんて読むのこれ。これなんて読むのなんとかバナ。これマリバナ?マリバナかな?あ、マリハナ。マリハナホップを使用。米は上質な醸造米を使用。マリハナホップを、手仕込み。マリハナホップなど3種のホップを3段階に分けて丁寧に投入。熟成期間通常の 1.5 倍。これね、樽生のやつはあるんですよ。確かキリンの飲めるところあるんだよね。キリンのね、限定の東京都にある限定のなんか居酒屋みたいな、居酒屋じゃない、バーみたいなところに。キリンバーだっけ?そこ行けば、樽生で、出てるの飲めるんだけど。逆に言うと、そこでしか飲めない。ああ、でもやっぱ美味しいですね。味としてはね、キリンのね、一番搾りプレミアムに似てる。瓶のやつ。に味が似てんだけど。こちらブラウマイスターが2007年かな?2007年に発売したっぽいですね。元はね。だから今からちょうど10年前ですね。ちょっと苦め。ちょっと苦めな味。
まい。うまい。うん。一番絞りプレミアムとどっちがうまいかな。個人的に一番絞りプレミアムの方が美味しいと思うけど。うん。まあ、飲めるところが割と限られてんだけど、期間限定かな、これはな。期間限定で発売。キリンシティっていうやつかな。冬の新定番。うん。多分、また今年も冬で発売してんじゃないかな。多分ね。うん。ああ。うん、やっぱちょっと苦いね。ああ。うん。ね、このキリンシティっていうバーだと、こちらブラウマイスターがレギュラーサイズで540円ってなってますね。で、メガサイズで1050円。まあでもあれでしょう。樽生だからな。うん。缶のやつと樽生じゃまた味違うんだろうね。多分。いいっすね、キリンシティ。店舗が。東京には、いろいろあるね。銀座。とかいろいろあるみたいです。渋谷。うん。ブラウマイスター。まあ、今年も発売してるんだけど、そのニュースみたいなのないですね。発売してますみたいなの。一切書いてないですね。ああ、うまい。ああ、うまいんだけど、昔よりやっぱうまくなくなったよな。ブラウマイスター。昔のやつは本当に美味しかったからな。うん。コク、甘み、まあ苦めですよね、これ。香り、うん、まあこれ四つ星ぐらいだな。値段もちょっと高いしね。うん。4244です。おしゃれやました。